貨物列車と交換する、チーフチーフは19.20列車として1926年から1968年まで、アッチソンとピカンド、サンタフェ鉄道がシカゴとカリフォルニア州ロサンゼルス間に運行していた代表的な大陸横断の旅客列車。チーフは1926年、カリフォルニア特急を補完する、全車寝台列車オール、プルマンとして登場した。 当初は重厚生客車により編成されたが、その後流線化された。1936年、さらに高速のスーパーチーフや、その後のエルキャピタンの登場により、徐々に主役の座を譲った。その後も航空機や自動車の普及による鉄道旅客の減少に伴い、1971年の全米鉄道旅客輸送公社。 アムトラックの発足を待たず、1968年に運行停止となった。ありがとうございます。